作語相関は相関がないデータに相関があると思い込んでしまう現象。一般に統計上の少数グループと稀な振る舞いを間違って関連づけるという形でよく見られる。作語相関は2つの変数間のリンクを過大評価する傾向があるとき発生する。しかし実際の相関はほとんど存在しない。これは変数が奇妙な傾向を示したり、 通常から逸脱しているために注意を引きつけることで発生する。これはステレオタイプが形成され持続する一因である。デビッド・ハミルトンとテレンス・ローズはステレオタイプによって人々が特定グループと特色が結びつくことを期待するようになり、そのような相関が実際に起きる頻度を過大評価するようになることを発見した。人々はステレオタイプ化されたグループと ステレオタイプ的振る舞いという変数間の関係を過大評価する。チャップマンとチャップマンはこの現象を精神診断的サインとの関連で研究した。その研究によると、投影テストは精神疾患の診断には不向きであるにもかかわらず、テスト結果と特定の属性感に錯誤相関を持っているため、一部の心理学者はこれを使い続けている。例えば、 白紙に人物を描かせる投影テストがある。一部の心理学者は大きな目の人物を描く患者と変質病との間に相関があると信じている。そのような相関は全く存在しないが、意図的に無相関のデータを学生に示すと心理学者が信じているのと同じ錯誤相関を見出してしまう。このバイアスは 様々な事象の中で目立つユニークな事象によって引き起こされる。例えば、私が鉛筆を忘れてくると必ずテストがあるというようなことである。これは当人が非常に不運でない限り、作語相関と思われる。テストの際に何回か鉛筆を忘れた経験によって作語相関が生まれる。ありがとうございます。